最近、メッツとレッドソックスの試合で、メッツのフランシスコ・リン、ドーア選手が、今シーズンの35本目のホームランを放った。この成績は、注目に値し、リンドーアが、今シーズンの MLBMVP 争いにおいて、ドジャースの大谷翔平の強力なライバルとなるのに貢献している。シーズンは、公式戦の最終終に差し掛かっており、リンドーアのパフォーマンスは、ますます向上している。 一方、大谷は40本類だと40盗塁、4040 40を達成し、その才能を発揮し続けているが、MVP 争いはまだ決着していない。というのも、この賞は守備の貢献も重視される歴史があるからだ。ショートストップという守備で最も重要なポジションの一つを守る林道アは、多くの専門家やファンから支持を得ている。 信頼される統計サイト、ベースボールリファレンスによれば、林道和の王、大体地以上の勝利貢献度は、6.2から6.4に増加し、これは攻撃だけでなく、守備でも全体的な貢献を示している。特に、打撃における林道和の王は、7.1に達し、これは、リーグでに大谷に次ぐ数字となっている。これにより、林道和が、このパフォーマンスを維持すれば、MVP を獲得する可能性が高いことが示されている。 とはいえ、林道屋の MVP 獲得については、まだ様々な意見がある。一部の人々は、優れた守備力と印象的な成績を持つ、林道アが有力な候補者になると考えている。また、林道アが35、35、35本類だと、35盗塁を達成し、卓越した守備力を発揮すれば、MVP を確実に勝ち取る可能性があるとも指摘している。 しかし、多くの人々は、林道アーが良い成績を上げているものの、大谷の成績と比較するとまだ、劣っていると考えている。大谷は、攻撃面で圧倒的な成績を収めているだけでなく、投打の二刀流で、驚異的な数字を残しており、野球の歴史の中で、ごく少数の選手しか達成できない成果を上げている。また、林道アーが優れた守備力を持っているとしても、 全体的な指標やシーズンを通じた影響力において、大谷には到底及ばないと指摘されている。大谷と林道和のシーズン全体の指標を比較すると、大谷は17項目で林道和を大きく上回っている。その中には、打率、出塁率、超打率、安打数、得点数、本塁打数、盗塁数などが含まれている。大谷は攻撃面での貢献とチームへの影響力で林道和をはるかに上回っている。 多くの専門家は、林道屋が MVP を獲得するには、メッツがより優れた成績を収め、林道屋がチームをプレイオフに導く重要な役割を果たす必要があると分析している。しかし、メッツが良い成績を収められない場合、林道屋の MVP のチャンスは大幅に減少するだろう。さらに、林道屋が良いシーズンを送っているとはいえ、大谷は攻撃面で圧倒的な成績を上げ、二刀流での偉業を成し遂げているため、依然として優位に立っている。 MLB の伝説的な元選手、ジョン・スモルツ氏、通算213勝、154セーブは、今シーズンの MVP 争いについて、次のように述べた。メッツのフランシスコ・リンドーアは、大谷の最大のライバルの一人であり、その素晴らしい成績により、多くの票を得るだろう、と、彼は述べている。しかし、スモルツ氏は、大谷が4 4 0という歴史的なシーズンを送っているため、彼を上回ることは、容易ではないとも認めている。 スモルツ氏によれば、大谷が DH としてフルタイムでプレーしており、守備に参加していないことが、彼のチームへの貢献が MVP に値するかどうかをめぐる議論を引き起こしているという。しかし、スモルツ氏は、大谷が成し遂げていることは、これまでの DH 選手には達成できなかったものであると断言している。したがって、もし誰かが大谷を上回って MVP を獲得したいのであれば、9月に驚異的なパフォーマンスを見せる必要がある。 大谷は歴史上初めて DH として MVP を獲得する機会に立っている。これは彼が打者としてのみプレーしながらも圧倒的な数字を残していることからより一層印象的だ。スモルツ氏によれば過去に投手が攻撃に参加せずに MVP を獲得した例があるため大谷が守備に参加していないことが MVP 争いにおいて障害になるべきではないという。スモルツ氏が指摘するもう一つの注目点は大谷の攻撃面での貢献が 他の選手を大きく上回っている点である。守備からの得点はないものの、大谷の DH としての実績は、守備面での貢献の欠如を十分に補っている。これにより、特に大谷が90%以上の盗塁性効率を持っているため、MVP 争いで大きな優位性を得ている。 多くのファンは、大谷がこのシーズンを文句なしの成績で締めくくり、MVP を堂々と獲得することを期待している。大谷が、このまま好調を維持し、50、50、50本類だ50盗塁という、MLB 史上初の快挙を達成すれば、彼が MVP にふさわしいことを誰も否定できないだろう。FOX スポーツのスポーツアナリストである、バーランダー氏も、スモルツ氏の意見に同意している。 彼は、もし大谷が50、50を達成したら、彼が MVP にふさわしいかどうかについて、議論する時間は割きたくないと分析している。代わりに、彼が野球の歴史上で、最高の打撃シーズンの一つを送っていることについて話すべきだ。これにより、バーランダー氏が、大谷が MVP を獲得することに絶対的な自信を持っていることが示されている。このシーズン、大谷が50、50を達成することは、もはや夢ではなく、実現に近づいている。 米国のデータサイト、ファングラフスは、この驚異的な記録を達成する可能性のある日を、データに基づいて予測した。ファングラフスのアナリスト、レン・クレメンス氏は、2022年に、アーロン・ジャッジが、62本塁打の記録を達成した際に使用したのと、同じ予測方法を用いた。クレメンス氏は、大谷が今後対戦する相手の投手陣や、球場ごとの左投手の本塁打率、さらには、大谷の休養試合数などを慎重に検討した。この分析に基づき、 クレメンス氏は、大谷が50本目のホームランを達成する可能性が最も高いのは、9月22日に行われる、ドジャース対ロッキーズ戦の本拠地試合だと予測している。クレメンス氏によれば、その試合で、大谷がこの記録を達成する確率は、6.3%だという。彼はまた、ファンが1試合しか観戦できず、歴史的な瞬間を目撃したいのであれば、この試合が最良の選択であると助言している。 ただし、クレメンス氏は、大谷が本拠地で50本塁打を達成できなかった場合、9月27日、または28日に達成する可能性が高いとも指摘している。これは、ドジャースがシーズン最後のシリーズで、コロラドロッキーズと対戦する際であり、大谷が目標を達成する、絶好の機会となるだろう。現在、大谷は44本塁打と、46盗塁という印象的な成績を収めている。 残りの試合で、大谷は、あと6本類だと4等類を達成すれば、MLB 史上初の5050 50を達成し、同時に MVP を手にする候補者となる。MVP 争いの中で、守備とその影響についての議論も多く行われている。過去には、打者としてのみプレーする選手の貢献は、守備も行う選手に比べて、低く評価されがちだった。しかし、大谷の場合、守備に参加しなくても、彼の攻撃面での貢献が、 他の選手を大きく上回っていることを証明している。大谷を支持する人々は、もし彼が今シーズン MVP を獲得できなければ、今後、DH 選手がこのタイトルを獲得することは、さらに難しくなるだろうと考えている。これにより、DH 選手が MVP を獲得するためには、大谷が打ち立てた成績を超えなければならないという、新しい基準が生まれる。 今シーズンの MVP 争いを振り返ると、大谷と林道和の両選手が非常に優れた選手であり、最高のパフォーマンスを発揮していることは否定できない。林道和が大谷と比較されることにより、MVP 争いの競争と魅力がさらに高まっている。しかし、おそらく大谷がこれまでに達成してきたことを考えると、彼は依然として最有力候補であり、再び MVP のタイトルを獲得することは、ほぼ間違いないだろう。 林道矢は有力な候補者かもしれないが、大谷は野球における完全性と卓越性の新たな基準を打ち立てている。ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。